はい、おはようございます。おはようございます。ただいまの時刻7時半ごろ。めちゃくちゃ朝早い。8時の電車に乗るんで、まあこの時間から運動してるわけですけれども、活動してるわけですけれども、間に合うかどうか、こんなんばっかりやで。ホテルの人にサンドイッチ作ってもらったんで朝ごはんありがたい。僕は夜ごはんまでお世話になっちゃってただで、なんていいホテルなんだ。この街並みと東京でお別れだ。悲しい。7時半の暗さじゃないよなこれ。これそういえば夜中やん。こんなん着いたぜ駅。ただいま10分前発車から。バイバイだアムステルダム。いい街だったよ。乗ったぜ ICE 新幹線的なやつ。乗ったけどこの状況っす。座席が分からず車両と車両の間で立って過ごしてます。今なんか食堂車両とかあってすごいいい感じ。結局次の駅まで待って、次の駅で座席を探そうっちゅうことになって、せっかくこんないい電車に乗ってるのに次の駅まで立ち乗り信じられん。まあ、今ここ28車両っていうのかな、車両番号28なんですけど、僕たちの乗るという指定席座席が37らしくて、車両番号クソ遠いと、まあ、で一応向かってたんですけど37に、なんか途中で切れてるっぽくて、これなんか途中行き止まりで外からしか行けないのかな多分。なんで今一回駅で降りて外からもう一回車両、ま、その席の方に移動するしかないっていう。信じられないよ。乗れた見つかった席がそうこれすごいんですよ。ここ個室席いいでしょう。ヨーロッパっぽいでしょう個室なんてホテルの人に作ってもらったサンドイッチめっちゃ入ってるんだけどね。めっちゃ入ってんのこれ。4つ入ってんね。開けてみよう。朝ごはん8時半からで、ホテルの寝起きたちが8時2分の電車だったんで、もうそれ食べれなくて、まあ、もっと朝早く出なくちゃいけないって言ったら、なんかサンドイッチ作ってあげるけどいるみたいなこと言われて、いやー優しい。オランダいいとこだ本当に。うまいですな。雰囲気最高ですよ。こんな席でこんな感じでこんな感じ最高だ。スパークリングココって書いてあるんですけど、フェルナンデス炭酸じゃない、スパークリングだから、あのスーパーで何買おうか迷ってる時に前の人が買ってったんでこれ買いました。きっと美味しいはず。失敗だ。うわマジか。オランダこれまずい。本当にココナッツの味する、ココナッツ炭酸にした感じ。まずいこれ。あ、それ飲むのそれ。リアルココナッツだよ。普段のまずいやろココナッツ。マジでまずい。匂いが臭いもん。ああ、まずい。こっちがまずい。こっち。
っちがまずい。こっちの方がまだ飲めるわ。飲んでみ。サラダやったら美味しいって言うかもしれんわ。あ、まずいね。まずいわ。かわいないよ。ボディーソープ。そういう、なんかそう、俺思ったのは、車とかに置いとく芳香剤みたいな。あ、そのココナッツの匂いのやつの味、飲み物ではない。うん、そこで実はもう一本登場、アロエのナチュラル味っていうのか分かんないけど、美味しいはずだ。これは美味しい、美味しくあってくれ。うまいぞうまいぞこれ。あ、うまい。これ日本にあったアロエジュース、アロエジュースを若干薄くした感じ。あ、うまい。これ飲んでみ。あ、このココナッツの後に、ゲロマズココナッツの後に。うまい、うまいよねゲロうまい、ココナッツ。うめえこれうまい、このあれ本当にアロエジュースの味してる。よかった、念のため買っといてこれうまい、これまずい、これクソまずい。開ける。これ乗ってました。いい電車。すごく。なるほど。こんな感じですか、ケルンは。ね、キャリアを作るためにコインロッカーやったんですけど、もう謎仕様で。ない。謎っていうほどでもないか。2か4ユーロ。僕たち24時間の7ユーロやったんですけど、まあでもまあ使いやすいっちゃ使いやすいか。普通に知ってたら使いやすいよね、これ。ということで、もう若干見ちゃったんですけど、実はホームから出るときに若干見ちゃったんですけど、まだ全体は見てない。せーのほい。すげえ、でけえ、やばいなこれ。でかっ、でっけえ。なんか全体的に黒くてなんかかっこいいな。ハリーポッターの後編に出てきそうな、なんか敵が合いそうなとこだね。でも2度、2度、あったかいね2度はあったかいね。そうだね、マイナスじゃないから、ね、マイナスじゃなければもうあったかいっていう感覚になっちゃうバグってるよ俺